みんなすごく明るいし、やりたいことも魅力になってきているので、みんなが一つの方向を向いて、明るくやれてるんですごく、いいんじゃないかなと思ってます。一人一人役割というかやることがはっきりしてるんで迷いもなくやれてるっていうのが一番、チームにとってはプラスだし、個人にとってもはっきりしてやりやすいんで自分のパフォーマンスも、出しやすいですし、プラスアルファで何か、チームに与えていけたら、このチームはすごく面白くなるんじゃないかなと。自分の役割というか、自分ができるのは本当にポジショニングだったりとか、CAD で攻守、主から攻をスムーズにつなぐっていうのは、自分の役割だと思ってますし、目立たないですけど、自分としてはすごいやりがいがあるし、すごく頭使うなっていう。試合後も本当に頭痛くなるぐらい体よりも、頭が疲れるなって感じがするんで、やってて楽しいし、うまくいく場面も出て、うまくできる場面も回数も増えてきたんで、自分としては続けて頑張りたいなと思います。試合になれば特別な感情は一切やれないと思ってますし、僕は、エスパルスのために、戦うだけなんで、相手がどこを取ったからっていうのは特別、何か持っていることっていうのは、試合中はないですけど、試合前は楽しみだっていうのだけは、思ってます。季節のホーム突戦、勝利できるように全力で頑張ります。一緒に頑張りましょう。